可能塩梅です。本日のテーマは人生を変える長時間ビデオ脳波モニタリング検査。転換脳診断に重要な4本柱といえば、問診、MRI、短時間脳波検査、長時間ビデオ脳波モニタリング検査。外来診療で行えるのは問診、MRI、そして短時間の脳波検査。実は転換診療の3分の1は外来診療だけでは限界があるのが現実。その限界を打ち破ってくれる検査が長時間ビデオ脳波モニタリング検査。勘違いしてる人が多いみたいなんだけど、手術適用じゃない人にも有益な検査なのよ。どんな検査でどんなことがわかるのか、検査のタイミングやいくらくらいかかるのか、いろいろ話したいと思ってるので最後まで見てってね。チャンネル登録もよろしくね。皆さんは長時間ビデオ脳波モニタリング検査って聞いたことがありますか？長時間っていうのは24時間以上連続してっていう意味で、発作頻度の高い乳幼児だと一晩で終了する場合もあるけど、成人だと2日から5日の連続で検査をするから50時間から100時間連続で検査し続けるってことになるわ。ビデオ脳波モニタリングっていうのは脳波測定と同時にビデオ撮影をすることで脳波と発作を同時に観察する検査のこと。検査中は脳波を記録するために頭に電極を貼り付けたままで数日間過ごす必要があるし、ビデオ撮影は昼用のカメラと夜用の赤外線カメラを併用するから、トイレ以外はカメラの前だけで生活してもらうの。お風呂は入れないから体を拭くだけね。この検査の第一目標は発作を捕まえることだから、薬を少し減らしたり睡眠を減らしたりしてわざわざ負荷をかける場合もあるの。検査1日目に発作を捕まえられても、確実な診断のためには2回以上の発作を記録したいから予定日数検査を継続することもあるの。発作が起きると医師、看護師、検査技師の誰かが駆けつけて意識や神経症状の判定や記憶テストなどを行うの。24時間体制でスタッフが常駐して、記録したデータは脳波検査技師や医師が全て目視で確認。長時間ビデオ脳波検査はたくさんのスタッフの協力によって運営されてるの。だから設備と人員の両方の体制が整っていないとこの検査はできないのよ。この検査、2010年に保険診療の対象となったんだけど、当時の診療報酬の点数は1日700点。1点10円だから1日7000円。2012年には900点に改定されたけど、設備整えて24時間スタッフ配置してたったの9000円。ぶっちゃけ病院経営上儲からないどころか、コストに全く見合わない。だから実施する医療機関も限られるし、手術適用になりそうな方のみに限定っていう病院も少なくなかったらしいわ。で、日本転換学会の働きかけにより2016年に施設基準を満たした保険医療機関は1日3500点に改定。でも実際の学会の要望は6500点だったの。病院側からすればまだまだコストに見合わない検査っていうことに変わりはないのよ。施設基準を満たしていなければ900点のままだしね。2018年その施設基準も緩和され、転換診療ガイドライン2018にも長時間ビデオ脳波モニタリング検査の項目が取り上げられ、ここ数年でようやく適用施設が拡大しているところなの。学会って研究発表してるだけじゃないのよ。管轄省庁である厚生労働省に転換医療の充実に関する要望書などを出して、法律の改定や診療報酬の改定を提言してるので、その学会を動かす力があるのは当事者である患者自身なの。だって学会って医師や専門職で構成されてるのよ。その医師や専門職が現場で感じてる課題を学会で検討してるんだから、当事者自身が積極的に納得のいく治療を医師や専門職に求めることが重要なの。当事者の強い要望は検査を普及させる助けになるのよ。で、本題に戻るんだけど、長時間ビデオ脳波モニタリングの目的は3つ。
本当に転換なのか、転換ならどのタイプなのか、脳のどの部分が発作の起点になっているのか、これらを明らかにすることでどのような治療方針で臨むのがベストなのかを決定していくこと。一つ目の本当に転換なのかっていうのは、発作症状が転換発作なのか転換以外の発作なのかを判別して転換の確定診断を行うことが目的。転換発作は脳の神経細胞が過剰に興奮することで引き起こされる発作症状だから、神経細胞が過剰に興奮していないのに発作が起きてるんなら、それは非転換性の発作っていうこと。そもそも転換じゃないんだったら、そりゃあ抗転換発作薬じゃ発作は止められないわよね。あ、最近じゃ抗転換薬のこと抗転換発作薬っていうのよ。転換性の発作なのか非転換性の発作なのかは症状だけではベテランの医師でも見分けられないことが少なくないのよ。しかも転換を持つ人が非転換性の発作を起こすこともあるんだから、見分けるのは簡単じゃないの。東北大学の転換科のデータによると、長時間ビデオ脳波モニタリング検査を受けた方で4分の1の方が非転換性の発作があったんだって。何年もの間抗転換発作薬による治療が中心だった方が非転換性の発作だっていうことが分かって薬を中止できたケースや、精神科の受診やカウンセリングで発作の悩みから脱出できたケースは少なくないそうよ。例えば30歳代の女性のケース、20歳代前半から左半身の感覚が数秒なくなる発作を週単位で繰り返していたところ、2年後に全身痙攣を初めて経験したの。 MRI で皮質形成異常と考えられる所見があって、カルマバゼピンとレバチラセタムを併用したの。発作は抑制されたんだけれども、数年後に新たに左手や左顔面のピリピリ感や意識が遠のくっていう感じの症状を週 2,3 回訴えるようになったっていうのね。薬の増量でも症状がなくならなかったので、長時間ビデオ脳波モニタリング検査を実施したところ、その発作の瞬間の脳波は全て正常だったんですって。で、専門医はこの時のビデオと脳波を本人に見せて、薬を増やさなくても済みますから良かったですねって説明したら、不思議なことに退院してからは訴えていた症状は完全に消えたそうよ。これは真の転換発作と心因性非転換発作を併存していたケースなんだけど、真の転換発作でも発作症状が薬で消失しても数年経って別な発作が出現する場合があるの。だからそれが真の転換発作かどうかの診断は外来診察だけでは困難なのよね。あ、ちなみにこの話は患者には先に読まれたくない寝転んで読める転換診療の本に載ってるからね。2つ目の目的、転換ならどのタイプか。転換の確定診断ができたら、次は転換のタイプ、病型の診断が治療のためには必要なの。真の転換発作であれば、ビデオで見た症状と脳波の所見から全般発作なのか部分発作なのかを区別できるの。全般発作っていうのは脳全体に一気に異常放電が始まるタイプの発作で、部分発作っていうのは脳の一部から異常放電が始まるタイプの発作のこと。部分発作でも短時間で脳全体に広がったりすると、発作の様子だけだと全般発作と見分けがつかない場合もあるから、脳波と合わせてみることで発作のタイプの見分けができるの。転換治療は抗転換発作薬で発作を抑えるのが基本。最近はあらゆるタイプに使える抗転換発作薬もあるけれど、基本的にはそれぞれ得意とする発作のタイプがあるから、部分発作なのか全般発作なのか転換のタイプを診断することがすごく重要なの。診断を誤ると中には使用によってかえって悪化させてしまう薬剤もあるのよ。あ、それから乳幼児の重症の転換を除けば治療の開始は急ぐ必要はないからね。
初めての発作の後、すぐに薬剤治療を開始しなくても心配しないでね。3つ目の目的、脳のどの部分が発作の起点になっているのか。外科治療の場合は、さらに他の検査と合わせて治療方針を決めていくのよ。例えば20代男性のケース、3歳の時に交通事故で右頭頂葉に脳挫傷を受けて、12歳の時意識の減損と動作停止の発作が出現したの。発作がない時の脳波に右頭頂部を中心に転換特有の脳波が確認されたのね。でところがビデオ脳波モニタリング検査で捉えた発作の時には左側頭部に脳波の異常があったのよ。 MRI で検査をしたら左側の海馬に軽度の萎縮が見つかって、最終的には左側頭葉の前方を切除して発作は消失したの。病理検査でも海馬効果が確認できたそうよ。発作の原因が脳挫傷ではなく海馬効果だったので、手術で発作がなくなったっていうわけ。これは外科治療を検討したケースなんだけど、発作の起点となり得る病変が複数個認められる場合があるの。複数ある場合、どれが実際に発作の起点になっているのか、実際の発作をビデオ脳波で確認できれば外科治療のターゲットを決めることができるのよ。あ、これも患者には先に生まれたくない寝転んで読める転換診療の本に載ってる話よ。次に、長時間ビデオ脳波モニタリング検査はいくらくらいかかるのか。入院費用については、必要に応じて MR 検査や PET 検査、神経心理検査なども行われるから、その検査内容によっても異なるわ。入院期間は検査の目的や内容、施設によっても異なるけれども、7日から21日程度。長時間ビデオ脳波モニタリング検査は1日3万5000円、保険適用は5日間が上限なので、1回の入院で6日以上行うことはまずないでしょう。その他入院基本料やその他の検査も合わせて約2週間の入院で50万円から70万円程度になるから、1割負担の方であれば自己負担は5万円から7万円、3割負担の方であれば15万円から20万円程度。さらに高額療養費制度を利用することで1ヶ月の費用負担限度を8万円程度に抑えることができるわ。それに加えて、精神障害者手帳3級以上の取得者に対して入院費用の助成を行っている自治体もあるので確認してみましょうね。転換発作がある方の手帳の申請は、初めて転換で病院を受診した日から6ヶ月以上経っていて、日常生活や社会生活に困難がある方が対象です。半年経過して発作が残っているのであれば、補助制度を確認し手帳の取得を検討し始め、1年経過しても発作が残っているのであれば、長時間ビデオ脳波モニタリング検査を受けてみるのがいいんではないでしょうか。医師と相談してみてください。ちなみに、個室を利用する際の差額ベッド代や食費は保険の対象外だから、高額療養費制度では賄えないの。長時間ビデオ脳波モニタリング検査中に専用個室を利用して1日1万円程度必要な場合もあるけれども、差額料金を徴収しない施設や大部屋でモニタリングする施設などもあります。施設によって異なるので、入院前の説明で確認しておきましょう。あと、家族の付き添いを求めている施設もあるし、家族の付き添いができない施設もあるの。患者の年齢によっても変わるしね。競う場合も入院期間全てではなくて、長時間ビデオモニタリング検査期間中だけよ。保険点数は2年に1回改定されるし、検査や治療は年々進化していくし、病院施設の事情によって変化するものなので、他人の昔の情報を聞いて判断しないでね。一人一人の検査の目的によっても違うので、ネットの書き込み情報を鵜呑みにしないでね。次に、検査のタイミングと対象者について。治療を開始から1年経って発作がまだ完全にゼロでなければ、長時間ビデオモニタリング検査の対象と言えます。
最初の治療で発作が減ったとしても1年経ってゼロでなければ難治性転換。転換患者の3分の1は薬剤治療に抵抗性です。このような患者に長時間ビデオモニタリング検査を実施するタイミングはアメリカでは12ヶ月以内と言われています。しかし実際には欧米でも日本でも10年ないし20年経ってからの紹介が多いのが問題となっているようです。手術適用の方だけでなく発作が減ってもゼロでなければビデオ脳波モニタリング検査を検討してみる必要があるのです。もちろん長時間ビデオ脳波モニタリングも完璧っていうわけではありません。モニタリングで発作がつかまらず発作のない時の脳波所見を全部読み尽くしても正常だった方、病歴、画像、家族の記録したビデオなどから転換と診断して薬で発作は消失したそうです。またモニタリングで発作はつかまったのに発作中の脳波は全くの正常、それでも発作症状や再現性、普段の発作の起きる状況から心因性ではなく真の転換発作と診断し薬で発作が消失した方もいるそうです。入院期間によって治療が見直されるだけでなくこれまでの治療方法が間違っていなかったことが確認できる場合もあります。転換の診断に重要な4本柱は問診、MRI、短時間の脳波検査、長時間ビデオ脳波モニタリング検査、そして最も重要なのは問診での病歴聴取によって発作症状を適切に把握すること。脳波検査だけでなく入院検査中の腰を据えた問診も貴重な判断材料になるのです。この動画で私が皆さんに伝えたい言葉一つ、長時間ビデオ脳波モニタリング検査に限らず当事者自身が積極的に納得のいく医療を医師に求めることは医師を育てていくことにつながります。医師たちは多くの転換患者を見ている医師に相談したりお互いの経験を共有したりしながら互いの経験値の幅を広げていきます。当事者の強い要望は検査を普及させる助けになるだけでなく医師の経験値の幅を広げることになるのよ。それはあなたの主治医をあなたが育ててるだけでなく多くの医師を育ててることにつながるのよ。まだまだ転換専門医の数は十分ではありません。長時間ビデオ脳波モニタリングができる専門施設はどこにでもあるわけではありません。しかし1年経っても発作ゼロでなければ長時間ビデオ脳波モニタリングについて主治医と相談してみてください。今回は人生を変える長時間ビデオ脳波モニタリングについておしゃべりしたんですがいかがでしたか？この動画が分かりやすかった、よかったって思ったらグッドボタンを押してくださいね。コメント欄への感想や質問も大歓迎です。動画を作る励みにもなるのでチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。本日のまとめ、1年経っても発作ゼロでなければ長時間ビデオ脳波モニタリング検査について主治医と相談してみよう。患者の強い要望は医師を育てる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。